どうも、エルザです。それではペーパーマリオ折り紙キングやっていきたいと思います。さあ、今回こちらの塔ですね、キノピオにいた塔に行ってみたいと思います。ふう、階段をいっぱい登りましたわ。ここはてっぺんの丘みたいなところかしら。あっという間だったね。あれ、紙がない。あら、こっからお外が見えますわ。これって窓なのかな？何かはめたら可愛いかも。何かはめたらね。じゃあこれ？はまらないかも。まあ、はまらんだろうな。そっか、紙くずいるか。じゃあとりあえず仕方ないんで、ちょっと先進んでみますか。いや、だいぶね、紙使ったんでね、前回。お、あら、もう黄色のところにつながったかな。まず紙テープ追いかけてみません？そうだね。さあ、キノピオ、ありがとうございます。表のトゲがちょっと痛かったです。ちょっとね。お、これはキラキラアイアンブーツか。あ、そっちではない。さあ、これに近づくと、マリオさん、紙テープがありましたわ。そうだね。ああ、思えばここまでとても長い道のりでしたわ。赤いテープを追いかけ、青いテープを追いかけ、この砂漠の真ん中でもついに黄色いテープも砂の中に。砂の中に埋まってますわーってリアクションでかいな。どうしよう、おろおろ、私砂の中になんて潜れないし。あら、あそこに何か書いてありますわ。砂の潜り方が書いてあるかもしれません。へえ。どれどれ。マリオさん、これまた読めない謎の字ですわ。ああ、もう何もかもわからなくてお先真っ暗ですわ。こんな私たちに希望の光は見えないのかしら。って、ああ、光が見えました。ピカピカです。あれがきっと希望の光ですわ。あんなにピカピカなら人たくさん賑やかなところなのかも。あそこへ行けば謎の字を読める人がいるかもしれません。じゃあ行ってみますか。ドン。ブーツホイッスルを使えば乗り捨てたブーツ化を近くに呼べるらしいので便利ですね。の前にちょっと手前だね。ここは右砂漠です。この辺り古代人が住んでいた集落らしいですよ。カビの模様とか凝ってるし、古代人っておしゃれなのかな。凝ってるかどうかで言われるとまた難しいところですな。意外と砂かは見せないってね。しゃだない。戻りますか。
すっごい賑やかだね。キノピサンドリア。うわー、とっても光ってますわ。ピカピカでギラギラです。この先の右奥砂漠はホテルの客室しか入れない。チェックイン済ます的な。へえ。ああ、じゃあ通れるようになるわけか。車はそこに止めなって。あ、ごめん。チリーンと動画したんだけど、これかな。ようこそムーチョサンドリアへ。ここはムーチョによるムーチョのためのオアシスだぜ。ムームー、前の名前長すぎるけどギラギラで賑わってます。こんなにギラギラなら謎の字を読める人がきっといそうですわ。そうだね。特にはこれではない。お、あら、特にはって感じか。まあまあまあ。お、なるほど。こっちは、嬉しい、楽しい、超便利、アクセサリーあるぜ。シルバーガードプラス、シルバーハートプラス、ブロックチャイム。あ、しかも結構お金いるね。あー、急にお金いるようになったな。生きてるぜ。特には何もない感じか。これホテルなのかな。あ、勝手に住んでるのね。そうか、キノピオたちがいなくなったから、もう勝手に場所占拠したって感じか。さぞかしお疲れだろう。はいはい。ホテルで少し休んだら。ホテルね。ホテルどうせいっぱいお金取られるんだろうね。入り口いたね。さあ、お日様がなくてもここはピカピカでギラギラで眠らない街って感じ。そんな感じ、そんな感じするけどってとこなんだよな。お、出てきた。マリオさん、ハンマーの使ったナイスですね。こんなもんかな。お、キノピオ。花だけど雑草魂に咲いてやりました。雑草魂ね。もともとキノピオの街らしい。俺たちが来た時に誰もいなかったの。いなかったってことは襲われた後だったんだね。んじゃあぐるーっと回って、そこバーっぽいね。なんか文字が書いてあるね。あ、読めないんだ。
ありがとうございます。バトルで使える攻撃アイテム、武器より強めって知ってました。隣のショップでやってますんで、ぜひ立ち寄りください。ここ変えるんだね。あ、多分コインはですよね。そうか、13,000。あー、めっちゃ高くなってきたね。よし、お金集めはそのうちちゃんとしよっか。出張 DJ サービス。あれでもいないよね。おお、貫通。あ、いた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 。ありがとうございます。ここの店の人出張ばかりいつもいないんですよ。今日はどこ出張だろう。へえ、そんなとこそこ行ってるんだね。お、お宝月中紙袋。大量の紙袋もらえるね。さあ、ちょっとね、そこ行きたいけど、いろいろ先に見たいんでね。あ、でもこんなもんか。いけないもんね。いらっしゃいませ。こちらムーチョロイヤルホテルでございます。素敵、こんなリッチなホテル泊まってみたいです。 リッチなんだね。お、あ、いけないか。準備中。 L L ってことは緑色の人かな。まあでもいけないね。まあおとなしくホテルに入るしかないか。飛び越えることもできないね。じゃあ入ってみましょう。なんかすごいことになってるね。活かした BGM 聴きながらリゾート気分を満喫してるんだ。今音はしたんだけど、確かにね、そんなんどこあるんだろうね。で、DJ か。Hey you 乗ってるかい？このプールいい感じで音が響くから DJ ブース作ってやったぜ。好きなんだね。いやー、てかだいぶどこそこ壊れてんな。何があったんだろうね。まあ、折り紙が来たのは間違いないんだろうけど。うわー、敵！出るのね。でいいのか。さあ、攻撃力アップ。
さあコイン集めしないとね。違う、ハンマーだね。さあ倒した。これで何コインぐらい。300か。お、神の手。だから敵がいたんだね。さあ握って、ほいほい。お、あれキノピオだったのか。あれ噴水止まっちゃった。つまんねえ。まあそろそろ飽きてたし部屋に戻るか。飽きたんだね。ムーチョに踏みつけられるなんて悔しいです。でもマリオさんたちのおかげで助かりました。これお礼です。ほう、ハートだ。さあプラス10、135と。普通に開いたね。いたいたいた。で引っ張って、何ですかこの騒がしさ。一体何が起きてるんですか。まあムーチョたちのせいだね。確実に言えるのは。で君は、珍しいもの見つけたぜ。フロントに渡しておいたけど。へえ、珍しいものか。おおお、1000円。あ、でぐるーって回れたわけね。じゃあもう一回お邪魔します。こっちはいけないね。はあ、まあコインが手に入ったと思えば。止まんないか。じゃあ奥行きましょう。あ、静かだね。これぐらいがいいね。ほい、追った上に上から押さえるなんてひどい。怒っていったね。さあセーブして。いらっしゃい。残念だけど今は満室なんだ。あー満室か。あ、私たち謎の字が読める人を探してるんです。このホテルにそんな人いませんか。ああ、あんたたちあの学者キノピオの関係者か。学者は今外出してるけど部屋の鍵はこっちで預かってるぜ。ほう、関係者なら同じ部屋でいいよな。ほら鍵だよ。え、いいの、そんな簡単に鍵渡していいの。さあ学者の部屋の鍵。なんか勘違いされてるみたいですけど、謎の字が読める人と同じ部屋なんてラッキーかも。が2階の突き当たりと。うふ、意外と早く謎の字の人に会えちゃいそうですわね。まあそうだね、楽して会えるならそれに越したことはない。あ、開くの。鍵が開いちゃったの。だってそもそも2階だよね。わーい、私ホテルのお泊まりなんて初めてですわ。わー素敵な目と赤いシーツなんて大人。あー、やる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 。こんなはしゃいでる場合じゃなかったですわ。さてさて、学者さんの先生どこ行っちゃったのかな。どこかに何か手がかりとかないかしら。
あれ、これもしかして合ってたの？砂漠をくまなく調査した結果、ついに古代人の手がかりを見つかんだ。太陽光を手に入れた。ホテルのフロントの交渉のせい、どうにか譲ってもらった。ムーチョにあの価値わかるのか。ほう。これ、日記。字ばっかり渡してるのちょっと難しすぎるんだけど、学者の先生は何かもらってどっか行ったみたいな感じ。あれ？ここだったの？ここだったの？あたりの部屋？まさかね。おー、わー、なにこれ。壁いっぱいに絵が描かれてますわ。すごーい。でもこれ何の絵でしょう？漫画かな？ここにも謎の字が描かれてますわ。これも学者さんに読んでもらったら意味がわかるかしら。はあ、4つの方向から見てるんだね。あれ、キノピオの塔だね。なんか入れるもんがあるのかな？いや。そういうことか。で、火の鳥。あ、内側見据えると、コンサート会場。ああ、じゃあ、ギミックがあったわけね。おーい、学者のお連れさん。ん？部屋を間違えちゃった。そこは特別なスイートルームなんだ。学者の部屋は1階の安、いや、スタンダードだよ。やっぱ、成功してたんだね。当たり引いたか、先に。そこのスイートルームでも誰が住んでるんだろうね。さあ、学者を追いかけに行きますか。でもどこ行ったんだろうね。お？まさかの裏。あ、いた。ほい。私、金ペカが大好きなんです。金に目がなさそうだね。で、あ、失敗した。もうちょい奥目でよかったね。距離感が難しいわ。これかな。よーし。よーし。いやー、いい飛び具合やったね。俺は痛いんだ。そうやね。さあ、キラキラ、アイテムゲットやね。ありがとうございます。これでやっとキノピオタウンに帰ることができますと。私、タウンで一番豪華で大きな家に住んでるキノピオなんです。お礼をさせていただきますね。タウンに来られた際、ぜひ立ち寄りください。へぇー。何やろ。何やろ。地味に自慢されたな。ほう。右砂漠。じゃあ左砂漠へ行こう。あー、全くあれだね。関係ないねって言おうと思ったら綺麗に落ちていったな。ほい。この光もね、まだよく分かってないからね。さあ、キノピオを助けて。お、キノピオが。これで全部。というか、そこにも塔があるね。ほい、ほい。スカスカ穴は OK。
OK。で、これもね、塔なんだね。入ってみようか、せっかくなんで。あ、またちょっと違う感じだね。あら、これ何の魔法陣かしら。これは初めて見るかも。何に使うのかな。動力源としてだから、やっぱ火か。炎だろうね。おお、全員潜った。お、注意、掘り返すな。掘り返すな。あー、じゃあそういうアイテムがあるってわけか。まあ先行こう。やっぱそうだね、掘り返すアイテムがあるわけだね。あ、ってことはあの光ってるやつはもしかして掘れるかなんかってこと？はい、キノピオさん。え、大きな塔があるんですが、一体何のためにあるんでしょうね？塔があるか。ああ、これね。特には何もなかった。じゃあ塔上まで行きますか。さあ、穴は閉じるだけ閉じといて、さあ右奥砂漠はこれで OK と。全く見た目は一緒な気がするね。中身が違うだけかな。いや、こっちも一緒か。じゃあやっぱキノピオを探し行きますか。なかなか見つからないね。か。なんかあるかな。とってもいいお部屋でしたわ。くつろいじゃいました。だろ？ムーチョロイヤルホテルだからな。そういや、こないだ学者にあるもんを譲ったんだけど、実は同じもんがもう一つあるんだ。へえ。関係者なら欲しいだろ。俺が持っててもしょうがないから、あんたにもあげちゃうわ。へえ。太陽光。ポカポカした太陽の匂いがするお香。どこで使うのかな？学者はそれを持って喜んでどっか行ったぜ。もし追いかけるなら迷子にならないよう、町の砂漠案内所に行ったらいいぜ。へえ。お香か。そういえば序盤になんかあったよね、お香を炊けそうな場所。ちょっと行ってみますか。さあ近くまでやってきました。まあ、わかんないけどとりあえず調べてみますか。これお茶碗、砂がいっぱい入ってるから丼かしら。ちょっと何か置いてみます。あ、二つ目まで行ったね。じゃあ、これ。おー。わわ、煙が出てますわ、マリオさん。あら、なんだかとってもいい匂い。まるでお日様の下で日向ぼっこしてるみたい。ぽっかぽかの匂いですわ。そりゃいい匂いだね。ん？風が。風どころじゃない、竜巻が来たね。あ、ブーツが。え？やばいね。ここは渦巻きの風に閉じ込められちゃったの。何か出てきそうで怖いです。やっぱ出てきたね。
トゲトゲ。砂漠だし、サボテンかしら。でもそれにしては、でかいし、動くし。あー、君か。マリオさん、これサボテンみたいですけど、これって、これって。でけえな。おっきすぎーって。んーやー、おー。あ、そのまま潜るのね。ちょっと待った。ブーツブーツ。GTR。さあ、これで。いい。こうか。よーし。なるほど。てか、ダメージ高すぎやろ。おー、竜巻。おー、おー。とりあえず、避けて、避けてだね。さあ、逃げろ、逃げろ。ドーン。あと3回ぐらいかな。さあ、前回竜巻が早い。いやー、動きが早くなってきたねー。ぐるぐるってね。あ、あと2回だね。吸い込むパターンか。お、疲れてドーンと。あとは顔だけ。 GTR 大活躍やね。お、あ、転がってくるのか。どうなる。あー、なるほど。最後はハンマーか。2、3、ドーンっていって、よしよし、ほい。わあ、でっけえ花火やな。何か落ちてきた。あら、何かしら。変な形の紙ピラが降ってきました。変な形ね。あ、マリオくんが助けてくれたのか。ありがとう。そっか、あの大きいサボテン食べられてたのね。は、なんだ君は、見たことない姿だ。まさか、君が古代人か。そうなのか。違います。私、オリビアです。だいぶ冷めてる感じだね。は、そうだ、祭壇はどうなった。ここに書かれている通りにやったはずなんだが、え、この謎の字読めるの。もちろん、私は古代人の研究をしているキノピオだ。この古代文字は古代人が使っていた文字だから、研究者の私には読めて当然だ。やった、謎の字を読める人が見つかりましたわ。さすが古代人の先生。ところで先生、古代人って何？古代人とは古代に生きていた人たちのことだ。まんまだね。そして私はこの砂漠のどこかで今もなお生きていると言われる伝説の古代人を追っていると。私はその古代人を見つけ出し、古代人にまつわるある最大の謎を解き明かしたいのだ。その古代人の名はピオ。ピオ。伝説の古代人ピオ。あ、キノピオのピオか。ピオ。先生のお勉強はなんだか難しいですわ。
ところで私たち砂漠の紙テープを何とかしたくって、私たちと一緒に行って謎の字を読んでもらえません？そうだな。私のこれまでの調査によれば、ピオの存在を裏付ける重要な証拠はこの砂漠のどっかに隠されているらしいのだ。その隠し場所を探るため、この祭壇を調査していたのだが、今後調査を続けていく中で、また化け物に襲われるリスクも決して低くはないだろう。だが、また化け物が出てもマリオ君が一緒ならこんな心強いことはない。よし、いいだろう。契約成立だ。ピオの証拠を見つけるまで、ここはお互いに手を組もう。そうだね。こっちも助かるね。やったー、先生、よろしくお願いしまーす。古代文字といえば、私の泊まっているホテルの2階の壁にも書かれていたぞ。あそこにもそのテープとやらの手がかりがあるかもしれんな。なるほど。さすが先生、頼もしいですわ。それじゃあ、あの古代文字、いっぱいいっぱい読んでくださいね。ちなみにこれは、太陽に香り捧げるし、捧げし時、扉は開かれる。まあ、そういうことだと思うんだけどね。ほい。はい、ということで、新しく仲間が来ましたね。あ、ちゃちゃちゃ。で、一応仲間、考古学者、キノピオということで、キノピオが仲間になりました。まあ、この砂漠広いね。まあ、キリがいいんで、今回ここまでにしたいなと思います。まあ、次回はこのキノピオと一緒に、謎解きをしていきたいと思いますので、お楽しみにしておいてください。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。